今は例えばスポーツ に盛んで、例えば、まあ、バレリーナになりたいとかスポーツ選手になりたいとか、そういうことですごい親御さんも、まあ、一生懸命になられて、子どもたちも、まあ、その期待に応えたり自分の目標のために頑張ってますけれども、まあ、食べることによって体が作られますし、例えばバレリーナになりたいからといって過激なダイエットに走ったり、忙しくてきちんと食べられなかったりしたら、結局は体ができなければその目標に向かうこともできないと思います。ただそういう食に関しては学びの場所がないので、なかなかその教室というところに通う子さんが少ないので、そこをなんとか食育が大事だということをお伝えしたいです。私はお隣の、おばさんがすごくお料理が上手で、それでいつも遊びにおいでと言ってくれて一緒に作って、それがすごい楽しかった思い出があります。でまたちょっと徒歩1分ぐらいのところにルーテル教会という教会がありまして、そこに、まあ、フィンランドから宣教師の先生が来られてまして、まあ、そこに行くといつも外国の美味しいお菓子とかお料理を目にすることができました。でその方たちがやっぱり自分のために日本に来たのではなくて、戦後の日本の子どもとかを応援するために、そういう自分のためではなく人のために尽くす人にたくさん会いました。そういう気持ちも受け継いでいきたいなと思ってます。